はい、ご機嫌いかがですか。伊沢元彦です。今日はですね、歴史を見るコツっていうものを、教えしようと思います。手伝っていただく、はい、かごまちゃんです。おやっとさ、かごまちゃんですよろしくお願いします。歴史わからないので伊沢さんにいっぱいレクチャーを教えてもらいます。あのね、教科書を読んでも絶対わかんない歴史のコツって実はあるんです。これはね、歴史の先生もまあほとんど気がついてないって言った方がいいと思うね。今の日本の歴史教育がそうなってないので、じゃあまあ例えばどういうことかというと、これちょっと小道具を出しますが、これは、はい、違うかな、ここなんだ。これは何ですか。傘。傘ね、まあ洋傘だよね、はい、まあ日本ではコウモリ傘なんてもいいんですけど、まあこうそれは日本のあの名前で、開いたところの影がコウモリみたいに見えたってことらしいんですが、この傘ですね。傘って何のために使いますか。雨。雨。はい。もうちょっと雨とか言う。雨を防ぐためですとかの、はいはい、文章で。はい。文章で言ってくれます。雨から体を守るためです、はい。はい。この間イギリス行ってきたんだっけ。はい。ロンドンどうでした天気。あ、結構曇りが多かったですね。はい。実はロンドン曇りが多いです。はい。はい、よく雨が降るところ。あ、降りました。はい。そこでイギリス紳士、皆さんイメージを思い浮かべてください。まあ、山高帽っていう帽子をかぶります。で、まあ、今の背広みたいなものを着てネクタイを締めます。もう一つ必携アイテムがこれですよね、うん、よく降る、雨降るから、あの今晴れててもちょっと降ったりするんで、あのイギリス紳士の必携アイテムは傘になってます。あの日本の北陸でもね、弁当を忘れても傘を忘れるなっていう言葉があって、北陸って本当に特に秋から冬にかけてよく雨が降るんですよ。で、まあ当然、つまりロンドンはよく雨が降る、雨が降ったら困るから、ジェントルマン、イギリス紳士たちは必ず必携アイテムとして傘を持っているのだろうっていうのは、今はそう常識なんだけど、実は18世紀、1700年代の中頃はイギリス紳士は一人も傘差してなかった。まあそれ知らないよね、はい、で今と気候が違ってあんまり雨降らなかったのか、今と同じです、よく降ったんです、うん、でもイギリス紳士は傘を差さなかったんです。なぜでしょうまだ紳士じゃなかったから。おお、紳士じゃないと差さないのか。だって濡れるじゃないですかなんかイメージ、なんか女性にパック差すみたいな。ああ、それはフランス人だね。フランス人、あのね、いや実はね、我々あの雨が降ったら傘を差すと当たり前のように思ってるけど、はい、かなり激しい雨が降ったとしても傘を差さないシチュエーション、はい、今もあるんだよ。わかんない、あるじゃないですか。今もですか。日本ででもですか。日本でも世界でも。戦争とか。お、近いんだ。実は近いんだ。実は近い。ラグビー、例えば。ラグビー、例えば君の、まあ、ボーイフレンド言うかどうかもしれない、ラガーだとしますよね。はい、はいはい。試合見に行きました。はい、一生懸命スクラム組んでやってました。はい、雨が降ってきました。はい、君の彼だけが、雨だとか言って傘差しに行ったらどう思う？ちょっと恥ずかしいです、ね。恥ずかしいだろ。それなんですよ。へー、つまりラグ、これはサッカーでも同じだよね。野球でも、その、まあ、野球の場合はすごい土砂降りになった時に審判が一時中断するってことありますけど、うん、ラグビーとかサッカーだとほとんどそういうことないです。へー、知らなかったです。で、なぜそうか、はい、戦いだから。あ、だからこれはもう薩摩出身のあなたによくわかると思うんですが、はい、男だろう。あ、男のくせに戦の最中に雨が降ってきたぐらいでおたおたするんじゃねえってこと。だって実際日本の戦国時代でも、でジェントルマンって元は何かっていうとナイトだよね。あ、はい、あの馬に乗って槍を持った、はいはい、雨降ったら戦争やめる。やめないですね。敵と戦ってる時に雨が降ろう、槍が、まあ槍が降ったと思うけど雨が降ってもそれはやめない、あのやめないでしょ。そうですね。だから実はちょっとこれあの差別用語なんですけど、イギリス人は雨が降っ、特に紳士はね、むしろあの日本では武士階級に当たる人たちは、はい、雨が降ったからといってフランス人みたいにおたおた傘差すんじゃねえよ、めめしいと思ってた。
めめしいというのは差別用語ですけど、まあ、女の腐ったようにとか嫌な言葉があるけど、要するに俺たちは男なんだから、戦士なんだから傘なんかさせるかいっていうのが当たり前だったんですね。それが実は18世紀中頃のイギリス・ロンドンの常識です。で、今違うよね。今違うっていうのはどういうことなのか。実は誰かが変えたんです、その常識。誰かが変えたんですか。はい、いや変えた人の名前も分かってます。変えた人の名前、はい、ジョナス・ハサウェイっていう人なんですね。それはどういう人かって、彼は旅行家で世界中いろんなところを行ってたわけですよ。で、当たり前のような、当たり前だけど、まあ、フランスなんか特にシャレ物が多いんで傘差すんだけど、あのアジアでも、まあ、あのアジアの場合こういう洋傘はないにしても、あの雨がっぱみたいな、日本だって美の傘ってのがあったり、はい、あ、はいはい、つまり雨が降ってきたら衣服を損なわないためにも、何よりも健康を守るためにも傘差すのは当たり前じゃないですか。そうですね。ロンドン紳士だけが差さないっていうのはおかしいと彼は思ったわけ、はい、でどうしたかっていう、手作りで傘作って、はい、あのロンドンに帰ってきてロンドンに定住したんだけど、雨が降るたびに傘さして外をこれ見よがしに歩き回った、うん、最初どうだったと思う。絶対怪奇なんで見られますよ。そうだ、あの、ね、バカにされたなんだあいつはって、イギリス紳士の風上にも置けない、雨が降ったからといってなんだあんなもんさしてよみたいなこと言われてまあ石はぶつけられなかったんだけど、例えば当時はあの馬車なんですよ、タクシーの代わりが。でわざわざその彼が歩いているところの横をね通って水を引っ掛けるとか、そういう意地悪したんですね。だけど彼は完全と、何年だ、10年以上続けたんですよ。そうするとね、だん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 、あれ彼の言ってることの方が合理的じゃないかっていう人間が一人なり二人なり増えてくるわけですよ。それがあの YouTube と同じで、ある人数を超えるとね勢力になるわけ。そして過半数を超えるとむしろそっちの方が常識になる。でとうとう常識が変わってロンドンは雨が多い、だったら傘を持つのが当然だっていう常識ができた。でも雨が降ったら傘を差すというのは世界中の常識ですから、普通の民族は誰かが変えたってことを忘れちゃうんだ。イギリス人はさすがだと思うよ。イギリスっていう国はね、あの歴史を非常に大事にして、うん、で歴史のことがよく分かってる。ジョナス・ハサウェイがいたから変えたっていうこと彼らは知ってるんだよ、認識してるんだよ。日本ではね実はそういうことがあると忘れ去られちゃうんだよね。それを定着させた人が困ったもんでね。でそれが歴史を見るコツなんですよ。つまりまとめますと、昔と意味で今では常識が全く違うことがある。だけど例えばラグビーの例を見れば分かるように、過去の常識ということを、だから類推というかな、推理することはできないわけじゃない。でそれをやってみて初めて、あ、この時代はこれが常識だったはずだと、だったらなぜ今は違うんだろうっていうふうに考えていかなきゃいけない。それが歴史を見るコツなの。次回は日本のこういう例、常識が昔全く違った、それみんな知らない、忘れてる、知らないか忘れてる、だけどその常識を変えた偉大な人物がいたんだっていうお話をしたいと。うん。